ホフマンボルタメーターの模式図。水の電気分解により酸素と水素が上部に溜まっていく。1866年のホフマンの辞書に掲載されたホフマン電流計の図。ホフマン電流計は水の電気分解を利用して電気量を測定するための装置。アウグスト・ビル・ヘルム・フォン・ホーフマンによって発明された。3本のガラス管を立てて並べ、 カタンを互いに接続させた構造を持つ。三本中、一本のガラス管は、やや長く、上端が開いている。他の二本の上端にはコックが取り付けられており、下に、発金の電極が入れられている。使用する際には、まず長いガラス管に、気流酸などの電解質水溶液を注ぎ、他二本のガラス管の上端まで電解質、水溶液を満たしてから、コックを閉じる。 発金電極間に電気を流すと水の電気分解が起こり、仮想度からは水素が、アノードからは酸素が、それぞれが発生し、ガラス管の上端に溜まっていく。ファラデーの電気分解の法則により、発生した気体の量から電極間に流れた電気量が求められる。今日では電気量を測定する電気回路が発展したため、化学反応を利用する。 電量計は教育用などを除きほとんど利用されていない。ありがとうございます。